出るんで、鹿の腕の振りも非常にいいんだと思いますね。ワンアウトランナー一塁、8番加藤初球を打ってスタンドに入りました。移籍後初打席初球をホームラン。マリーンズからトレードで移籍、加藤翔平、ソロホームランで2対1、ドラゴンズが1点差に迫りました。大谷さん、加藤が初球で見事期待に応えましたが、そうですね、もうストライク来たら振ってやろうっていうところにほぼスライダーが真ん中に入ってきちゃったっていう感じになっちゃいましたね。